で0歳の時は ね赤ちゃんみんな前半眠りたい時に眠って、お腹がすくと起きて少し休んでまた眠るというリズムになってますけど、だんだん大きくなるにつれて遊ぶ時間が少しずつ伸びてきて、で眠る時間が少なくなってくるということですね。で後半は1日の睡眠時間を頭に置いて、より良いリズムになるように進めてあげましょうっていうのは、まあ保育園だともちろん産休明けのお子さんもいますのでね、生まれて57日目から入れるので、そういうお子さんが入ってきた時にはとにかくよく寝て、また起きてちょっと遊んでミルク飲んでっていう形をとってますけど、だんだんにこの眠る時間が少なくなって遊ぶ時間が多くなってっていう中で、リズムを整えてあげるにはやっぱお食事の時間もある程度決まってますから、眠たいだけ眠ればいいっていうと、離乳食が始まった頃にはやっぱ食べる時間っていうのが出てきますから、午前中眠たいだけ眠ってても、もう食事の時間にある程度近づいてきたら少し起こしてあげるっていうことでね、もう1時間以上寝てれば十分ですので、そうするとレム睡眠とノンレム睡眠ってよく聞くと思うんですけど、浅い眠りと深い眠りがありますから、浅い眠りの時に起こしてあげれば決して機嫌は悪くならないので、そういう時にちょっと起こしてあげる、だいたいちょっと動いたりとか、あとは目を閉じてるけど目の 中の瞳がねこうやって動いてるのね、浅い眠りの時は。で目を動かしている頃には浅い眠りだなと思えば、まあそれがちょっとバロメーターになって、あ大丈夫かなって起こしてあげて、抱っこしてると割とそんなに大泣きしないんだけど、よく寝てるのに起こすと、眠いのにっていうのが出てくると思うんでね、その辺でちょっとこう気をつけてお子さんの様子を見てあげると、起こすタイミングもねうまくいくかなと思いますね。でやっぱり食事に心地よく入れるように、だからその個々のお子さんによって多少違いますから、これだけこれだけとは言えませんけど、まあ、園ではやっぱり一人一人の様子を見ながら、まあ、この子はちょっと午前中に長く寝すぎるよねっていうことになると、少し1時間寝ればいいかっていう時計を見ながら、じゃあそろそろ少しずつ起こしていこうっていう形で起こして、でちょっと機嫌よくなったところでちょうど食事が食べられるように、やっぱり眠いのにご飯の時間だとか、機嫌が悪くてご飯を食べるっていうことは決して食事の方にはプラスにならないし、まだよくちゃんと噛んだり飲んだりできない時代には喉に詰まったりっていう原因にもなりますからね、ご機嫌悪くて泣きながらやってあーって入ってしまったりとか、いろいろなことが起こりますから、だしやっぱり食べることが楽しいって思えるに、まあ機嫌よく食べることが一番いいし、やっぱり食事が機嫌よく食べられる前には、じゃあ睡眠はどうしていけばいいのって考えていくと、ちょっと早めに起こしておいて、ご機嫌良くなったところでご飯食べようかっていう、そういうリズムをねつけてあげることがとても大事かなと思いますので、本当にちっちゃい赤ちゃんの場合は乳児の突然死症候群っていうのもねありますので、まあ園では5分ごとに寝たらチェックをしてるんですけど、これがよくねうつ伏せ寝で寝てる子にね多いとかっていろいろ言われるので、なるべく、ね、うつ伏せ寝にはしないように、こういう癖がある子でも寝たらこう深い眠りになったら上に返してあげるとかして園ではやってますけどね、シズチェックっていうんですけど、本当に5分でこう表があって、何時に寝たら5分ごとにちゃんと見て、ちゃんと寝てるねって、ちょっとうつ伏せになったら三角にするとかねしながら、だからまあこの心配っていうのは寝てるからといってほっとくんじゃなくって、目だけはちゃんと向けるっていうことですね。